こんにちは、速稼塾の久保です。以前ちょっとだけお話したんですけども、私にですね、お水を紹介してくださった方がいたんですよね。これが沖縄の方だったんですけども、残念ながら私お水の方はもう間に合っていますんで、私はいらないんだけどなっていうことでお伝えしたんですよ。まあでもね、せっかくのご縁なんで、私の放送の中であなたのお水を紹介することができますんで、まあ、あとはね、その方、まあ、沖縄の、まあ、仮に A さんと呼ばせていただきますけども、その A さんが思うように、私の視聴者さんに紹介するのは、それはお勧めします。ただ私が使ってないんで、いいものだよっていうふうに言うことはできません。あとは A さんが視聴者さんにどう語りかけるかになってくるよってことを話しました。で、この商品なんですけども、ネットワークの水の商品みたいなんですよね。詳しくは私聞いてないんですよ。ですんで、このズームライブをね、9月3日の13時からやりますので、そちらの方で、ご関心ある方はね、見ていただければと思います。ただ、花からお水を買うつもりのない方、ご覧にならなくてもいいですからね。というのがね、その方は私にそういうふうにアプローチして来てくださったんですけども、顔出し、名前出しがどうもね、困るんですってことでお話ししたんですよ。でも商売する者が責任を持って自分の商品進めようとするのに、どうするんですか、出ていかなくてっていうことなんですよね。で、セールスもあんまり上手じゃないし、トークもあんまり上手じゃないんだって言われてましたけども、トークが上手じゃない人がね、セールスしてもしょうがないですよと。だからそういうんじゃなくて、本当に売りたいんだったら腹をくくってね、商売人になっていきましょうということで、応援する意味でね、今回のズームライブ、塾生さんでもないですし、単なる視聴者さんではあるんですけども、一発応援してみようかなというふうに思いましたんでね、もしまあお時間のある方は9月3日13時からズームライブにお付き合いいただければと思います。 URL は動画概要欄に貼っておきますけども、あれからその方からね、 A さんから何のアプローチもないので、本当に来てくださるのかなとかね、それからこういうふうに進めていきたいんですけどいいでしょうかみたいな打ち合わせも持ってきてくれないし、はっきり言ってやる気を感じないんですよ。はっきり申し上げますけどもね。で、もっとはっきり言うと、こういう人の商品は売れない方がいいと思ってます、私はね。だって売る気もないし、自分が苦手だし、名前も顔も出したくないとかなんとか言い出すわけですよ。そういった責任を持てない人の商品が世の中に流通するのは、私はビジネスマンとしてね、あまり好ましくないんですよね。何かがあったら私は責任を持ちます。責任を持つために逃げも隠れもしない姿を見せて、お名前を出して、ちゃんと社名とか商品名を明らかにしてやっていきます。どこからどう検索されても全然構いませんっていう風なね、形で、この前の川原浩二さんみたいにやっていただければいいんですけども、ただ、だからといって私全否定するつもりはありません。場所を与えたら何かが変わる方かもしれないので、まあ、おこがましいことながらね、育てる意味で今回、9月3日13時からライブをやってみようかと思います。本当にね、お時間のある方は、ちょっと耳を傾けていただければと思います。ただ、基本的に私、ティーアップをすることができませんので、今回使ってないですから。それから、やる気も感じないので、番組の中では丁寧にやりますけども、私の本音はそんな感じなんですよ。今日の今日までね、本当にこの前ライブの予定をくださってありがとうございますとか、なんかこういう段取りで進めたいです、これが実際の商品なんでとかないし、サンプルを送ってくれもしないんですよね。やる気は全然感じないですね。だからね、まあでもそういう方にも私はなんとかきっかけを与えたいと思ってますので、一方的にこき下ろしてるわけではないんですよ。そういう方でも何かの縁があれば私はね、応援したいと思ってるっていうことでございます。はい、じゃあ9月3日もしね、よろしかったらライブ放送の方お越しください。お昼はちょっとね、皆さん忙しいっていうかね、手が開かないんで、私基本的にはお昼のライブ放送あんまり、特に平日はね、やらない方がいいと思ってるんですけども、その方のご都合だそうなんで、9月3日売り手の都合での案内になりまして恐縮ですけどもね。じゃあ以上でございます。動画概要欄にズームの URL を貼っておきます。